集まりいただいて、応援していただいてありがとうございました。僕たち選手たち、走っていて、明治いいぞと、明治頑張れという声が非常に、力になりました。で、本来、このような予選会に出るべきではないと考えていますが、まあ、今回のレースは、全日本箱根の本戦と、非常に弾みになるレースになったかなって思っております。でまた、今日走った12人の選手以外にも、今日、サポートに回った選手というのが30名ほどいます。でそういった選手も、箱根本戦に向けてまた一丸となって頑張ってまいりますので、引き続き応援のほどよろしくお願いします。本日はありがとうございました。箱根温泉も頑張るぞ。頑張れよ。